おはようございます。平成23年2月3日東京メトロ南北線並びに東映地下鉄大江戸線麻布十番駅のここは一番口の前でございます。今年平成24年の朝の街頭活動を今日からまた再開をしていきたいというふうに思っております。大変懐かしい顔の方、あるいは初めて見る方、馴染みの方、いろんな通行人の方から声をかけていただいたり、会釈をしていただいたりしております。今日は、とても寒い日でございますけども、どうぞ皆さんもお体のご自愛をしてお仕事やご学業の方頑張っていただきたいと思います。前港区議会議員山本ヘルミでございます。